三つくり玄保旧宅、三つくり玄保文旧3年6月17日は、日本の武士、津山藩士、蘭学者である。名は、定一、賢樹。字は西、かゆにし、号は、紫川、青谷。津山藩位、三つくり定方の、第三子として、三正国西新町に生まれる。以下としての三つくりは、玄保の曹祖不定弁からで、西陣町に住み開業した。父、 定方の代になり、天明2年10月24日、津山藩主松平家の御一師並みに召し出されて住人淵を持って、町医者から範囲に取り立てられた。玄子は4歳で父を亡くし、12歳で兄豊順を亡くして、家督を相続することになる。藩の長田慶三、小島博氏圧から儒学を学ぶ一方、文化13年には京都に出て、 竹中文介の下で三か年間遺筒習得に励んだ。文政2年には修行を終えて京都から帰り、本町三丁目で開業、翌年大村と伊都結婚した。やがて交互十国五個小組、五佐時代に進み、文政6年には藩主の友で江戸に行き、宇田川原神の門に入り、以後洋学の研鑽を重ねる。幕府天文大本役員となり、 ペリー来航時に、米大統領国書を翻訳、また大陸交渉団の一員として、長崎にも出向く。日本最初の医学雑誌、大生名医校をはじめ、外科筆読、参加鑑名、オランダ文典、発行通史、水虫船節略、生成機構など原稿の薬術書は99部160冊余りが確認されており、その分野は、医学、語学、西洋史、 平学、宗教学と広範囲にわたる。明治43年、14位を追蔵された。原本の子孫には有名な学者が多数輩出している。子養子に、三栗正吾、三栗周平が、娘子に、五皇籍が、孫に、三栗林昭、三栗柿地、三栗慶吾、三栗玄八、菊池大六、五分荘、五秀蔵らが、孫娘の夫に、 坪井正五郎らが、創村に菊、菊池誠氏坪井い聖太郎、坪井忠中治、ご健、五あやき、ごもいちらが、創村の夫に、石川千代松、長岡半太郎、三延辰吉、鳩山秀夫、末広伊豆太郎らがいる。原歩の成果は、三つくり原歩旧宅として、津山市西新町に現存している。江戸時代の昇華の姿を今に止めており、 昭和50年3月18日に国の史跡に指定されている。三つくり原稿から言葉んくたじり左辺、増意書見伝造保版上特使増意年表、P27。ありがとうございます。